ふれるね、お三方でございましたの。笑いが絶えませんでしたね。そうでしたの。すみません、明るい名古屋になっていくんじゃないでしょうかの。はい。はい、続いては、初披露となります、はい、金シャチ横丁のおもてなしキャスト、徳川吉直宗春と忍び衆によるステージをご覧くださりませ。それではよろしくお願いいたします。金シャチ横丁のお披露目だがね、本田でこんな行さん人がおるんだが、お宮さん方知っとらせる。今からここに名古屋のお殿さんがござらせるとよ。ほんならみんな今日はたっぷり楽しんでってちょうよ。忍び衆国元寺徳川義直宗春子ご出座。家康公を父に待ち、名古屋の城に入りしんの地は戦乱の世から太平の世へ日の本の国の大変遷を見届けた。将軍様より賜りし名物担当不動政宗、文武両道不動の心をわしが名古屋城初代城主徳川義直じゃ。輝く名古屋城、質素倹約万の祖、牛にまたがり長きせる派手な身なりは民のため、本地西洋世に広め、名古屋の栄華に興が覚めたと言わしめた。何が遊ぶは平和の証、私こそ名古屋城七代城主徳川宗春。改めまして金シャチ横丁ご開業おめでとうございます。我ら徳川義直宗春と忍び衆と申す。こたびより生まれしこの金シャチ横丁を世に広めるためとっても頑張るお殿様じゃ。皆の者応援よろしくの。よろしくの。そしてそしてその金シャチ横丁、その中にも今わしらがおるのは義直ゾーンと申す。ここはなわしら古きから守りし名古屋の伝統伝統を題目と掲げ、いわゆる名古屋飯、昔ながらの名古屋飯を皆に堪能してもらおうというゾーンじゃ。そしてここと反対側にする東門エリアには宗春ゾーン、こちらはな新風変化のエリアと申して、おしゃれでモダンな新進気鋭の店舗たちが軒を連ねており、名古屋の食文化を盛り上げるために集まったのじゃ。さあ皆の衆、今日は共に楽しもう。伝統の吉野ゾーン、新風の宗春ゾーン、そして金シャチ横丁、よろしくお願いいたす。金のシャチ天守閣の威風を背中にして、終わりの地で生まれ育んだうまいもん僕らを世界の友よ、義直公が守り続けた伝統と宗春公
が笑顔咲かせたシンプルと友よ集まれ街の舞い踊れここは終わりのうまいもんどころ歴史ロマンの夢に迎え今日もいただきます金シャチ横丁終わりの親は城でもつ天下にとどろく名城のいただき飾るは金のシャチその名を私横丁によみがえるしは我ら歴代の名古屋城主金シャチ横丁おもてなしキャスト徳川義直宗春忍び衆ここにありありがとう皆の者金シャチ横丁そして我らをよろしくのじゃあのーやだなる様忍び衆の皆々様ありがとうございましたはい、ね、楽しんでいただいたところで、はい